DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目お疲れ様です。お疲れ様です。本日もヤクザ入門、はい、編、はい、湯山さんと、はい、今朝にいろいろとお話を聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ヤクザの修行中って修行中は部屋住みですよね。そうですね。そうですよね。そうですね。まあ、まず何から教えられる。掃除からですかね。掃除、はい、そして盆の上げ下げ、あとそうですね、あと盆の上げ下げ、はい、あと朝昼晩の朝昼晩夜食の飯作りですね。だって自分たち本当にキューピーのあの3分クッキング毎日見てメモ取ってました、1週間に同じもん2回出したらもう焼きですからね。うーん、それはなんで作り出されるんですか。だって誰が作るんですか。じゃあなんか出前とかそういうのじゃダメなんですか。ダメですね。もう朝6時にはあの食卓にご飯並べて、でみんな親分さんとか、そうです、はい、だったりとかでみんなで一緒にご飯を食べる、はい、自分たちの時代はそうでした。へ、うん、昼はみんな出てっちゃって、はい、食べる人食べない人いましたけど、はい、うん、まずは朝、まあ、その事務所なりなんその部屋住み時代っていうのは朝起きて掃除からスタートですか。掃除、そうですね。掃除、あとあの清めじゃないですけど水まきから、はい、そこからスタートですかね。あとこんな神棚とかとかある。そうですね。神棚ってあの全部水変えて、はい、ゆうまさん、僕はそれこそ今ケイさんが言ってやったあの部屋住みには入ってないんですね、はい、で、部屋住みの話があったんですが、僕が入って半年もしないぐらいで、佐賀に本家があったんですけど、そこに入れろっていうふうに言われたのを僕の親父がちょっとまだ僕の手元にお貸し取ってくださいと。でそうこうしてるうちに、その佐賀の本家の会長が、ちょっと打たれて亡くなったんですね。でそれから僕のその部屋住みっていうのが、話がもうなくなったんですけど、僕がその、まあ、前回の話にもしたと思うんですけど、親父が好きでヤクザになったんですね、ヤクザに憧れてではなく親父が好きでやっぱヤクザになったんで、僕はそのなんていうんですかね、修行時代っていうのは親父がやることを全部見てそれが正しいと思って全てその真似をしてたっていう感じなんですよね。で、要は、親父にまたついてる頭本部長、まあいろいろいるじゃないですか。その人たちの所作を見て、要は親父に対してどういうふうな動きをしてるのかとか、そういったものをずっと見て覚えました。だから僕は、部屋住みで学んだっていうよりもその方々、要は親父についている方々の所作を見て、あこういう時はこうなんだこうなんだ、テーブル拭くにしてもこういう風なやり方でっていう風なのを、だから僕はマニュアルがないんですよね。あのみんながやってることを一生懸命学んできたっていう風な形で覚えていきました。計算もそうですか、うん、自分たちは頭悪かったのとまず言うこと聞かなかったんで、あの結構毎日だから僕と称されてましたね、うん、そうですね。毎日怒られてましたね。毎日殴られてましたね。だからヨシと二人でほぼ毎日焼き入れられて耳ずばれ状態で毎日夜銭湯に連れて行かれて熱い方の風呂に入れられて拷問ですね。そうですね。ですよね。本当ですかね。そこをやっぱその逃げ出そうとは思わなかったんですか。それは、はい、そうですね。自分の場合はやっぱ地元で行くとこないじゃないですか。あ、はい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 、
なるほど。で新宿っていうところは結構みんな地方から来る人多かったんですけど、はい、自分は地元で隣の駅が地元なんですよ、うん、行くとこないじゃないですか。なるほど。だから部屋住みの時にやっぱあの昼間そのね料理を作んなくちゃいけないから、あの三平ストアっていうところにあの食料の買い出しとか結構あの買い物に行かされるんですね。大体帰ってこないやつ多いですからね。ああ、うん、そうですよね、うん、そのまま、ね、いなくなってしまう。そうですね。だって僕らの時代で考えると、うん、K さんたちの焼きを考えたら、うん、そこまではやっぱ僕らは厳しくなかったですもんね、うん、まあちょこちょこやっぱぶったたかれたりはしてますけども、でも K さんたちの話を聞くとわーってやっぱ思いますもん、うん、なんかちょっと理不尽に叩かれてるのか、まあ訳があって叩かれてるのかはまあちょっとわからないですけども、まあ、まあ自分たちも悪いのは悪いと思いますけどね、その教育って言ったらおかしいですけど、ヤクザになるためのなんかかもしれないですね。やっぱその人たちからすればこのガキのくせに生意気だっていうのも多分あると思うんですね、はい、やっぱ態度に出ちゃうんだと思うんですよ、うん、最終的にはでも根性ある人しか残れないですよね、うん、でしょっちゅうなんか全然わけわかんなくて誰か怒られてて、でそこ行くと一緒に立たされてで、まあ、最初はそいつが頭を灰皿でかち割られるんですけど、でまあ急に呼ばれてるからそいつが何したかも分かんないんですよ。それいきなり今度自分も頭かち割られるし巻き添えを食うという、いやだから誰かがやると全体責任になっちゃうんですね。ああなるほど、うん、やっぱりその辺のちゃんとほうれん草っていうか、うん、しっかりなってないと、うんうん、その焼きの入れられ方で誰か亡くなった方とかっています。います。ああいるんですね。やっぱあの木刀とかだと、はい、やっぱ叩く方も、はい、やっぱ死なないように、はい、頭とかを避けて叩くんですけど、あのなんですかね、入ってきたばっかのやつだと、はいはい、やっぱ木刀とかでいきなり何発か叩かれると、はい、やっぱ結構痛いですね、はい、鎖骨折れたりしたりすると痛いじゃないですか、はい、とっさにこうやって避けたりするとやっぱ腕も折れちゃうんですね。やっぱ腕折れるともっと痛いじゃないですか、はい、だけど自分たちはもうしょっちゅう殴られてるんで、はい、何発目ぐらいであのクソ漏らしちゃえば終わるっていうの分かってくるんですよ。力入れてると本当にクソ漏らしちゃうんですよ、はい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 、うん、だから動かないように動かないようにしてるんですよ。変に動くと頭とか叩かれちゃうと結構いい線いっちゃうじゃないですか。だけどやっぱほら慣れてないと避けたりとか手を上げたりするから余計ひどい状態になるんですね。うん、Kさんなんかは、まあ、元ヤクザをやられてて、まあ、その後アメリカの刑務所入って、まあ、そのな公民になるんですけども、はい、それってなんか入門的なのではないですよ。ただあのなんていうんですかね、違うんですね、はい、で地下のでやっぱなんていうんですか、その地下のでもギャングじゃないやつだって刑務所に入ってくる時があるんですよ。やっぱアメリカ生まれのメキシコ人で、だけどあの親とかおじいちゃんがギャングやってなかったから、やっぱそのエリアには住んでたけど一回もギャングやってない地下のやつらもいるんですね。だけどやっぱ刑務所に入ってくるとやっぱそこで生き抜くのに、あの、はい、刑務所の中でギャングになるやつっているんですよ。でそういうやつが一番ちょっとかわいそうって言ったらかわいそうなんですけど、やっぱなんですかね、ガキの頃からそのギャングをやってる子たちって11歳でもう大体街角であの薬売りから始めて、でパクられて一切口割らずに出てくると、まあ信用度がある、うん、でやっぱもう11歳でやっぱね人殺しちゃったりとかして、ね、持っていかれてもそのまんま日本で言うと少年院、向こうで言うと YA っていうとこがあるんですけど、そこに行って、で大体19ぐらいになるとあの一般の
成人の刑務所に移されるんですね。でそこに入ってきてやっぱもう、ね、11歳ぐらいからずっと懲役勤めてんでやっぱ結構しっかりしてるんですよ19歳でも。いや本当に日本じゃ考えられないぐらいしっかりしてるんですね。でやっぱねやっぱ殺人して口も割らないで来てるんでやっぱ信用度もあるじゃないですか。それが例えば30過ぎになって急にどうしてもね刑務所に来なくちゃいけなくなって30過ぎで日本でもいるじゃないですか、はいね、40になってからヤクザになる人とか、はいはい、やっぱそうすると右左分かんない状態でそういうところに入んなくちゃいけないわけじゃないですか。でアメリカの刑務所の場合はやっぱその入ってきた時点でやっぱ例えばじゃあそいつが自分に相談に来るとするじゃないですか。で自分は備考民にいやじゃあこ例えばじゃあこいつがサンディエゴだったらサンディエゴのどこどこ出身のナショナルシティのとこのやつなんだけどねこううちのグループに入りたいっつってる言うと大体ビッグコミじゃあお前責任持てよってなるわけじゃないですか。面倒いやそれで終わんないんですよ。だからそうすると例えばじゃあ次なんか構想あった時にでそいつに試しにじゃああいつ取りに行かせろってなるわけですね。それとかをやっぱ自分が連れてきちゃうとそれの見届け人をしなくちゃいけない、うん、でそいつがそれができないと、うん、自分のせいになるんですね、うん、そこに問題があって、うんうん、で大体30過ぎになっていきなり人殺してこいって言われても、うん、そんな簡単じゃないんですね。でそれをやるのにもうみんなそういう準備をしていくわけじゃないですか。でその、ね、武器はどこに野球場に埋まってるかそれを取りに行くのは若い子が取りに行ってそれを受け渡して受け渡してってそういうもう全ての段取りをするわけですよ。でその殺されるやつっていうのが何時何分にそこに買い物に行くっていうのまで分かってるわけですよ。でそこにいるお巡りもそれも分かってるんですね。で全てがお膳立てできてるんだけどあとはそいつがそれを実行できるかっていう問題になるわけじゃないですか、ね、それってやっぱ日本のヤクザの中でもあるんですか。それはちょっと日本はその何ですかねその40になってそういう不良になった人とかとはあんまり自分付き合いをしたことがないんでわからないですけど日本のヤクザの中の構想史の中でも、うん、ねその 4代目竹中正親分がこう狙われたりしたじゃないですか、うん、やっぱそれも狙うつもりでずっとつけて行動を全部把握した上でやってるんですよね。あとですねまあそうなんですけど基本的にじゃあ、40歳ぐらいの方が、日本人ですよでヤクザになってそこで、今言った K さんのような、じゃあ誰かをやってこいっていうふうなことはヤクザ界では多分ありえないと思います。ないですよね、はいうん、まずないです。信用性がないです、まずはいそういう人間たちが生きるはずがないっていうもう完全な決めつけがあるんでやっぱりヤクザも全くしたことない40歳の人間がじゃあ人を取ってこいって言われても絶対に取れないです、うん、これ日本人のもちろん観点ですけどね、うん、だからそのねそいつらにそいつがやんなくちゃいけないじゃないですか。だいたいもうその時間が迫ってくるとおえつが始まるんですね吐き出しちゃうんですよ。精神的にもうきつくなる。もうその吐いた時点でもうそいつはもうできないですね。もう無理です、うん、例えばさっきのゲイさんの話の中で、もしやれなかったら結局そのつないだ人間が責任を取らないといけないっていうことがあったじゃないですか。はい、その責任の取り方ってどういう責任なんだからその例えばじゃあその段取りをして、はい、例えば
もう自分はそいつができないっていうのをもう前提に置くわけですね、はい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 、もう大体喋ってて、はい、もう分かるわけじゃないですか、はい、そうすると例えばじゃあ自分のそのもうそういうのしょっちゅうやってるやつに多分じゃあもう多分できないからできない時お前が行くんだよっていうのを段取りするんですね。もうその準備だけをしとくんですね。なるほど、うん、そうしないと、うん、そうビビったやつは、うん、ビビったやつはそれでじゃあできてないっていうふうになった時にどういう処罰を受けるんですか。それを、はい、自分はビッグホミにできなかったとは言わないんです、うん、はい、あ、なるほど、はい、だけどやっぱ大勢が動いてるんで、うん、ビッグホミの耳には、うん、そいつはやってないっていう、うん、まあ伝わるんですけど、はいはいはい、自分がそれを言わないから何にも言わないんです、ね、うん、ただもう生涯そいつのことを信用はさ誰もしなくなります。うん、そうですよね、はい、うん、深いですね、うん、でもそういう共通点ありますよね、やっぱり日本のヤクザと。まあまあそうですね、はい、うん、まあ、多分ですね、これはもうヤクザっていうよりもその歩んできた道だと思います、うん、逆に例えばですよ、アメリカの軍人上がりで、40歳でヤクザ入門したとかであれば、ね、まあ、殺し慣れてる部分があるんでしょうけど、全くのズブの素人がいきなりこう来たところでそれも絶対できないです、うん、誰のためにじゃあやるんですかっていうふうになるじゃないですか。まあ、40歳で、入りがないとダメですよね、うん、これはまたちょっと全然別の話ですけど、今から18年、はい、17、18年前に、自分がこっちで洋服屋とか始めてて、はい、タトゥーショップもやってたんですね。そこにペルー人で13年彫り師やってたっていう、はい、腕もいいっていう本人が言うから、はい、まあお客さんをいっぱい、はい、その頃はいっぱい来てたんで、まあ掘ってたんですね。で13年やってるとその全然下手くそなんですよ。めっちゃくちゃ下手くそで、はい、でもう皮膚とかぐじゃぐじゃにしちゃうんですね。でかさぶたが取れると色も全部取れちゃうんですよ、はい、でお客から苦情がバンバン来てて、でこいつダメだと思って、でホーミー今死んじゃったスティーブっていうのがいるんですけど、それを日本に呼んだんですね、はい、でスティーブが来て、でその13年やってたやつが、はい、なんで新しい彫り師が来たのって言うから、いやお前下手くそで苦情ばっか来てるからお前もうクビだよって言ったら、俺はそんなそんなわけないって言ってずっと言ってるんですよ。本人はそう思ってないですよね。でそのスティーブっていうのが、こいつ何言ってんのっていうか、いやこうこうこうでって言ったら、なんか急にスタスタってきて、鉛筆あるじゃないですか、はいはい、鉛筆を持ってそいつの髪の毛引っ張って首に鉛筆刺したんですね。でお前もう帰れよって言って、スパニッシュ喋れるから、でペルー人もそいつペルー人だったんですね、喋れるから、うん、もうね、ボスがダメしてんだから、お前ダメなんだから荷物持って帰れとか言って鉛筆刺さったまま帰りました。ちょっと想像すると、ね、鉛筆大丈夫かみたいな、気をつけました。そうですね、みんなだからそのやっぱアメリカの刑務所行っててつって、みんなそんな感じですね。だからやっぱ、ね、自分より目上の人がダメって言ったらダメってことですよ、うん、その人の気持ちなんですね、やっぱね、うん、そのやっぱボスとか親分とか、うん、ありがとうございます、ありがとうございました。難しいと命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透めきゃ欲望捨てたら揃った好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業なサグライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだRight.